始まりました。トビハクチャンネル、私 P チューバー三岡店長です。よろしくお願いします、はい、今日はですね、店長の備忘録ということで、ピオーネのね内容をこれから入れていきたいと思います。でね、今日ねみんな大好き川田園芸さんにね午前中ね取りに行きましたので、その様子をねこんな感じになっております。こんにちは、お世話になります。てっちゃん音質いってるんですよ今。あ、本当ですか。音質ずっとまっすぐ行ったら、はい、ああ了解です。先ほどちょっとね歩いて行ったんですけどね、また車までちょっと戻ってきて、でね今年ちょっとねボモットブドウをねいろいろみんな大好き川田園芸さんにねちょっと買わせていただいて、てっちゃんです。はい、お世話になってます。てっちゃんです、よろしくお願いします。結構ねさっきちょっとまあお話を伺ってたら、まああのメインはね冬植えということでねお話を伺ったんですけど、そうですね、まあ、冬まあ秋ですね、秋ですか、まあ、ちょっと休眠というかね涼しくなってまあ落葉してから、まあ、木が落ち着いてからの方が、はい、まあ、その春になった時に芽出しというかね芽が出るのがちょっとスムーズなのかなと僕は思うんですけど、まあ、それでもやっぱりこう作業的なものだったりとか実を作る方のこう作業の好みだったりいろいろでね、やっぱりどちらとも言えないですよ、ですよね、はい、ありがとうございます。で、ねまあ、店長もねちょっとね冬に植えてね枯らしたことがあるのでね、それからもうちょっとね春植えにさせてもらってて、で今年のこの苗木のこう出来っていうか状態ってどんなですかね。もうそうですね、その仕上がった苗的には太さ的にも悪くはないんですけど、そうですね、はい、時期的に生育段階でその乾いたりした時期とかがありまして、ちょっとこう途中で傷んでしまって枯れたりとかっていうのがあったんですけど、まあ、仕上がりとしてははい、まあまあだと思います。まあブドウも桃も全体的によくできた年だと思います。ありがとうございます。またね皆さんぜひねこの動画を見てちょっとね苗木の方買っていただけたらなと思います。で、ね、店長それから帰ってね早速準備をして植えたいと思います。ではありがとうございます。午前中ね川田園芸さんにここにね苗木を取りに行って、植える前なんですけどね、しっかりこう苗木はね水をね吸わしておいた方がねいいので、準備もしております。植える前なんですけど、しっかりね、水をね張って、その中にね苗木をつけて、しっかりね苗に水をね吸わせといて、それから植え付けをね行っていきます。はい、こんな感じでねしっかり根をね水の中につけて、でね水を吸収ねしておいて準備をしておいてください。はい、ということで、こんな感じで準備をして、でね苗木なんですけど、このね家からねこちらへ持ってくるのに、またね根がね乾燥してもねあれですので、はい、じゃね、でさっきね川田さんの話では結構ね根もしっかりありますので、ね、はい、こちらの方をねちょっと根のね先が傷んでたりしたのをね切って植えていきたいと思います。植え床についてはねこんな感じで準備しております。この植え床をね作る様子についてもこちらご覧ください。はい、それではピオーネの、植え付けの準備をしたいと思います。
はい、こんな感じで終わりました。途中黒い何かをね入れてたと思うんですけど、こちらね堆肥の方を、だいたいまあ5、60キロですかね、ここに入れて、馴染ませております。それではね、植え付け準備についてはこんな感じです。こんな感じで良いところを準備しておりました。これからね植えていくんですけど、ちょっとね根のね先の傷んでるあたりをねちょっと切り落としてね揃えたりしたいと思います。よいしょ、こんな感じでね、ちょっとねちょっとね木を揃えてたいと思います。苗木なんですけど、ね、ちょっとねこう真ん中をねこう少し高くしておくとね、この根がこうね下にこうしっかりこう入っていきますのでやりやすいかなと思います。ちょっとね距離なのでねスコップでちょっとやりにくいので、ちょっと先にざっとね手でかけたいと思います。でこう苗のね植え方もここ踏んだりとかねいろいろあるかと思うんですけど、一応ねもう踏まずにこのままでいつもやっております。最後こう水をね入れますので、水がねこう外に漏れないようにここはねまたくぼみを作って水が溜まるようにしたいと思います。これね苗なんですけど、まずねこう植えたらねこのままではなくてね芽をね数えて1、2、3、4、大体5つぐらい、大体ね15センチぐらいを目処に切ってください。15センチぐらいですね。まあ、一応ね乾燥防止でトップ陣とかもね塗っておきたいと思います。最後水を入れたします。ではねピオネの様子をねこんな感じで見ていただきました。先ほどね川田さんのところのねちょっと話を伺っている動画でもあったと思うんですけどね、このピオネ以外にね小物の苗木なんかもね買ってますので、そちらもね今日植え付けをねしておりますので、こちらについてはね植え付けた後のね写真だけですけど、こんな感じになっております。今日ね植え付けの方終わりました。それではね今回はこれで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。